シンガーソングライター星野源の約1年部となる新曲、生命体が14日リリースされ、あわせ YouTube ではミュージックビデオ、メガボルトが同時に公開となった。同曲は19日からスタートする世界陸上部だ。すと、9月23日からスタートするアジア最大のす。すの祭典、アジア大会中国、甲州の TBSKT ソング。 メガボルトではアリーナ会場を貸し切り、星野源歌唱シーンやバンドメンバーそれぞれの演、シーンを撮影した。さらに、世界で活躍する陸競技の桐生義秀選手、乃木坂46の元メンバーで、原力の高さに定評のある斉藤飛鳥、わずか19歳、世界王者となり、国内外のダンスバトルで優をしているトップダンサーザ・ディソラキなど、 今を生き、人々の躍動する姿を述べ4日間にわたって、撮影、大きな映像を、分割映像でアグレッシブにつな、合わせて構成され、楽曲の持つエネルギーを、リ、感じられる、生命力あふれるメガボルトとなっている。YouTube の、メガボルトプレミア公開のチャットには、星の本人も、か、X、Q、Twitter でも、トレンド入りするなど、リ、上がりを見せている。なお、 生命体ジャケ、デザインスマホ壁紙、未公開アーティスト写しを含む星野源ポストカード2枚セット、星野源、木下ろしイラストスマホ壁紙がプレゼント出る配信キャンペーンも今日14日からスタートした。とした